ケプラー62ビットとは、太陽からこと座の方向2200光年離れている、K 型主系でつぼし、ケプラー62を交点している5つの太陽系外惑星のうち最も内側の惑星である。この惑星は、恒星の前を惑星が通過することによる、わずかな恒星の高度の変化から、惑星の存在を間接的に発見するトランジット法により発見された。軌道が、 恒星に近いため、有効温度は 750K と金星よりも高いとされ、惑星内では金属が溶けている可能性がある。2009年、NASA のケヘプラー宇宙望遠鏡は、恒星面のトランジットを検出する高度計の運用を終了した。最終調査においては、ケプラーインプットカタログに登録された5万もの恒星が観測され、その中には、 ケプラー62も入っていた。系外惑星の候補がある恒星の観測は2009年5月13日から2012年3月17日まで行われた。ケプラー62系の惑星のトランジットの観測が終了した後、現在のケプラー62ビットによるトランジットは5.7日ごとに起こっていることが発覚し、最終的に系外惑星であると結論付けられた。 ケプラー69の惑星と共に2013年4月18日にその発見が公表された。ケプラー62ビットは地球の1.3倍の半径を持つ系外惑星であり、地球よりも大きく天王星よりも小さいためスーパーアースに分類される。有効温度も 750K もある。推定の半径は 1.3R であるが、もし 1.6R 以上も質量があると、 岩石室の表面を持たず、揮発性物質を含むミニネプチューンになると考えられている。現在のところ、質量はまだ不明で質量の上限は 9M で真の、質量はこれよりも小さいとされており、2.1M 程度であると考えられている。この惑星は、K 型主系列性の構成ケプラー62の周囲を公転しており、この構成には、 合計5つの境外惑星が公転している。恒星の質量は 0.69M、半径は 0.64R であり、スペクトル分類が K であることからもわかる、通り太陽よりも小型の恒星である。また、表面温度も太陽よりも低く 4925K であり、年齢は太陽よりも多いており70億歳である。金属量は小さくマイナスであり、 太陽系の42%程度しかない。高度は太陽の21%程度である。死等級は14.0で、肉眼では見えない。ケプラー62ビットは、恒星ケプラー62を5.7日かけて一周しており、その軌道長半径は 0.055au で、彗星、太陽間の距離の約7分の1である。構成から光を受けている量は、 恒星と惑星の距離が近いため地球が太陽から受ける高度の70倍にもなる。ありがとうございます。